はい、こんにちは。今回は Linux で無料で使えるシャッターというスクリーンショットを撮るソフトについてご紹介させていただきます。このシャッター、通常だと撮れないメニュー、ファイルとか編集とか、そういったメニューを表示したままスクリーンショットを撮ることができます。またスクリーンショットを撮るだけじゃなくて、画像の加工や文字入れなどの機能も備えています。つまりブロガーさんにとっては、いちいち他のソフトを起動しなくても、このシャッター1本でスクリーンショットから画像の加工、文字入れまで全てが完結します。はい、スクリーンショットのソフト、シャッターのインストール方法から解説させていただきます。すでに私の方はインストールしてますので、どこからインストールするかということについて説明します。まずこちら、MX-Linux というディストリビューションなんですけれども、こちらの方はですね、メニューから MX ツール、MX パッケージインストーラー、こちらをクリックしていただくと、MX パッケージインストーラーが起動します。この中にですね、スクリーンショットユーティリティで、ここにですね、シャッターっていうのがあります。すでにインストールしてますので、こちらの方はグレー表示になっていますが、通常ですね、黒い文字で表示されて、チェックを入れてインストールボタンを押せばインストールできます。また他のディストリビューションですね、汎用的によくあるのがこのシナプティックパッケージマネージャーです。こちらの方もちょっと起動してみます。はい、ここの検索ボックスで、はい、シャッターと入力していただきますと候補が出ます。で、このシャッターにですね、チェックを入れて適用ボタンを押せばインストールすることができます。はい、インストールしたシャッターを起動していきます。 MX Linux の場合はメニューからアクセサリー、シャッター、こちらの方から起動します。ディストリビューションによってはどのようにカテゴライズされているかわからないんですけれども、わからなければですね、こういった検索ボックスにですね、さあというふうに入れていただければ、はい、表示できますので、これで起動させてください。はい、起動しますとこのようなウィンドウが出ます。あとですね、タスクバーのところに、これがなんかシャッターのアイコンなんですけども、常駐します。これを閉じたとしても、ここに残ったままですね。ここからですね、右クリックでいろんな操作ができます。ウィンドウ選択して、アクティブなウィンドウ、デスクトップ、あとは表示されている部分ですね、これのスナップショットが撮ることができます。ではですね、シャッターの使い方について見ていきたいと思います。起動するとですね、このようにシャッターのアイコンが常駐されます。なのでこちらの方から右クリック、ウィンドウ選択、デスクトップを撮りたい場合はデスクトップ、はい、このようにですね、はい、デスクトップ画面がキャプチャーされました。で、同様にですね、右クリック、ウィンドウ選択、例えばそうですね、今ファイルマネージャー開いてますので、ファイルマネージャーすると、このファイルマネージャーがそのまま、はい、表示されました。またですね、先ほど撮った、はい、デスクトップのキャプチャー、これもタブですぐに見ることができます。使いやすいですね。はい、あとですね、キャプチャーを撮りたいときに、こういうふうにメニューを開いた状態を撮りたいっていうときがあります。ところが通常これキャプチャーウィンドウを選択、ファイルマネージャー、これで急いでこういうふうに開いても間に合わない。はい、じゃあですね、これをですね、メニューを開いた時にキャプチャーしたい場合、そういった時はですね、
設定、ここに次の待ち時間後に取得という項目があります。現在0秒になってますね。つまりシャッターのボタンを押してもうすぐにその状態を保存してくれる状態になります。なのでこれを3秒ぐらいにしておきます。これで閉じる。すると右クリック、ウィンドウを選択、ファイルマネージャー、ファイル、ドキュメント、まあこんな、はい、わかりますかね。こういう感じでメニューを開いた時の状態をキャプチャーすることができます。他にも、はい、右クリックで範囲を選択、こうするとですね、こういう感じでドラッグして、はい、こういうふうにですね、切り取った状態をキャプチャーすることもできます。まあ、いろんなタイプのスクリーンショットができるっていうことですね。はい、ではですね、今度はキャプチャーしたスクリーンショットを編集していきます。こちらのシャッターのアイコンを左クリックすると、先ほどスクリーンショットを撮ったものがタブごとに表示されています。まあ、例えばですね、このデスクトップのスクリーンショット、これを編集したいって思った時はメニューからスクリーンショット編集、こちらをクリックするとですね、編集のウィンドウが開きます。例えばここに注目とか書きたい時、ここのですねテキスト追加で、こういった感じでですね、テキストを追加することができます。まあ、何気にですね、嬉しいことがですね、こういったテキストを編集する時の標準の色が赤になってるっていうのが嬉しいですね。ブログとか書く人とか、まあ、赤文字で文字入れること多いんで、こういったその使う人のことを考えたちょっとした気遣い、それが見られますね。編集したものをですね、ファイルで保存で閉じる。はい、今ですね、ここに注目っていう文字入れましたが、はい、ちゃんと反映されてますね。こういうふうに編集していくことができます。はい、あとですね、取得したスクリーンショットなんですけれども、自動保存です。Windows とかだったらですね、Word プラスプリントスクリーンとかでキャプチャーして、で、ペイントかなんかに貼り付けて、で、それを保存するっていうステップが必要なんですけれども、シャッターの場合ですね、フォルダー見ていきます。ピクチャーフォルダー。はい。こういうふうに先ほどですね、スクリーンショットを撮ったものが自動的に保存されています。こういったところは便利ですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は Linux で使える無料のソフト、シャッターというソフトについてご紹介させていただきました。このようにですね、Linux には無料で多機能かつ使いやすいソフト意外に揃っています。ですので、巻き嫌いとかせずにですね、一度興味があれば使ってみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。